こんにちは、YouTuber です。突然ですが、皆さんはちくわが好きですか？僕は一番好きな食べ物はと聞かれたらちくわと答えるくらいちくわが大好きです。そんなちくわですが、なかなかメイン食材として扱われることがない、いつもサブ的な存在です。というわけで本日はちくわの地位向上とちくわへの愛を示すために、ここに並べられた100本のちくわを食べていきたいと思います。ただ、さすがにそのまま100本だと飽きてしまうので、今回は調味料は使っていいことにします。はい、というわけで、早速食べていきたいと思います。いただきます。あー、うまい。これ普通のスーパーで売ってる4本入りで100円のちくわなんですけれども、これでやっぱり100円っていうのはなかなかコスパがいいですよね。あ、これは余裕だわ。もう全然100本いけます。今これ100本並べてるんで、部屋中にちくわの匂いが充満してるんですけど、ちくわ好きとしてはかなり幸せな空間ですね。もう5本目です。6本目、7本、8本目です。もうこれで2袋分食べたことになるので、普通の人のちくわ食料で言ったらもう1ヶ月分ぐらい食べてますね。そんなに食べないのかな、ちくわって。10本目です。なるほどね。100本ね。まあでもまだまだ全然余裕です。あと90本ありますからね。こんなところで値を上げてたらもう全然ちくわ好きが泣きます。ちょっとでもマヨネーズを使っていきます。あー、おいしい。マヨネーズすごいな。万能。いや、ちくわが万能なんです。13、まだ13か。なるほどね。まだ13か、今これ17本目なんですけど、かなり魚の味が辛くなってきましたね。17本目でこれか。結構早いな。せめて50本ぐらいまで美味しく食べれると思ったんだけどな。17本目これ。これで20本目です。4分の1。あー、もう結構辛いな。ちょっと笑いが漏れてきた。21本目。結構お腹にまず溜まってきましたね。25本目。これ食べてやっと4分の1か。進んでいかない。ちくわが。こんなにちくわ進まないの初めてだ。限界早いなぁ、ちくわの。これもう味わっちゃうと生臭さかかっちゃってダメです。味わわずにただ食べる。ただ口に入れる。これちくわを25本以上食べるときは本当覚えておいてほしい。舌に意識が集中しない。これ大事です。25本。やっと4分の1。いや、これマジきついな。怖いよ、もうこれ怖い。この並んでるのが怖い。まんじゅう怖い的な怖いじゃなくて本当に怖い。まあでも今25本食べるまで封じてた他の調味料もちょっと解禁していこうと思うんで、まだまだまだいけると思います。ベーン、チューブ入り明太子。これ使えばもうね、もうあと25本は余裕ですよ、これで。ああ、いい。ああ、でもちくわ出てくるな。27本目。1本明太子挟んだら、なんかちくわの味がしなくなったな。いや、そんなことない。いやー、本当に進んでいかない。これはやばいね。28本目。29本目。30本目。いや、本当に100本意外といけるかなと思ったんだけどな。これ並んでるのを見た段階ではなんか思ったより少なかったんですけどね。食べ始めるってやばいね。このままだと全然ちくわのいいところをアピールできてないので、ちょっとちくわの話をすると、まあ、今までいろんなところでちくわ食べてきたけど、一番美味しかったのはやっぱりあれですね。小田原に本社のある、練り物のメーカーの鈴廣、ここがテーマパークを作ってるんですけれども、そこで手作りちくわ体験とかできて、そこで食べた出来たてのちくわがやっぱり一番美味しかったですね。話しながらもうすぐ減るかなと思ったら1本しか減らないっていうね。34本目。あー、辛いな。なんでやってんだこんなこと。 YouTuber 辛い。辛い YouTuber。 ちくわ菌すげー。口の中から全然中に入っていかない。体がちくわを拒否してる。いや、体のちくわのキャパって35本ぐらいだこれ。37本目。ああ、もうちくわの朝がこちらを見てる。
鼻が怖い。あー、もう限界だな。39本目。あー、ダメだ、もうダメだこれ。いや、コメントする記憶も上がってくるね、これすごい新境地だな。40本目、限界だなこれ。限界を迎えてる。なんか頭痛くなってきたもんこれ、うん、あー、もうこれ以上食べるとちくわけやになるな。いや、ちょっともう限界、さすがに限界ですこれ。いや、これほんとやってくれたらわかるけど、ほんとにつらい、うん、ちょっともうこれ以上食べると本当にちくわのこと嫌いになりそうなので、ちょっと今日はここまでにします。ということで、一気に食べられるちくわの限界は40本でした。